はい、皆さんこんばんは。ギターの岡本拓也です。本日ライブ配信ということで、亡くなったコンサートの、代わりにということで、4月25日の、浦安音楽ホールで予定していたコンサートの代わりにライブ配信ということで、ちょっと前から、この日のために結構一生懸命準備をしてきました。お楽しみいただけたら嬉しいです。本日のチケットを買ってくださっていた方もそうでない方も、今日はもう日本全国もしくは世界中でこの配信が見れるということで、誰が見てるか分かんないので変なことは言えませんけど、最後まで楽しんでいってください。本日ですね、どういう曲がいいかなと思っていろんな曲を集めたんですけど、自然とこうなんていうんですかね、ちょっとしっとり系な心が温まる癒されるような曲が揃いました。別に意図してそう選んだわけじゃないんですけど、なんか自分がそういう方向を向いていたんでしょうね。今日は横にコメント欄があると思いますので、そこに、いつでも好きな時にコメントを打ち込んでください。さあ、まあ、こんなトークショーになってしまってはダメなので、早速弾きたいと思いますけど、まず1曲目に主よ人の望みの喜びよという、これはバッハのとても有名な曲です。この曲をですね、自分は、オーストリアのウィーンに留学していまして、昨年違う2018年の11月に帰ってきて、2019年の3月に帰国リサイタルをしました。でその際にですね、チラシにもプログラムにもバンって大きく書いてたんですけど、なんと奏者本人が弾くのを忘れるという、で誰も突っ込まない、誰か突っ込んでたのかもしれないですけど、そういう事態が起きました。なので今年は弾こうと思ってました。1曲目に弾こうと思っていました、配信で実現させます。主よ人の望みの喜びよです。Thank you.
バッハの主の主よ人の望みの喜びよという曲でした。いかがだったでしょうか。去年昨年聴けなかった人、アンケートを回収したんですけど、昨年のコンサートで、するとあの曲が聴きたかったのにっていう声がたくさんありまして、とてもなんていうんですかね、罪悪感に苛まれた1年間でしたが、喜んでいただけたらと思います。はい、本日ちょっとこうトークと演奏が別々に今切れてたなって思った方もいらっしゃると思うんですけど、そのトークと演奏は別で撮って、で事前に別で撮って、でそれを編集したものを本日配信しています。でも演奏自体、音自体は、ノーカット一発撮りですので、ライブ感をお楽しみいただけたらと思います。はい、でも早速次の曲弾きましょうか。バッハとですね、同じ時期同じ国で活躍していたシルビウス・レオポルト・ヴァイスという、ヴァイスですね、ヴァイスという人の曲です。でこの曲はリュートというギターの、親戚の楽器があるんですけど、そのためにリュートという楽器のために書かれました。ゲイドゥアなので、都庁長のプレリュード、そしてアレグロという曲です。お楽しみください。Thank you.
シルビウス・レオポルト・バイスという作曲家の前奏曲とアレグロという曲でした。この曲は本当は他の曲もセットになって都庁長組曲という何曲かがセットになった組曲になってるんですけど、でその中から今日はプレリュード一番最初の曲とアレグロその中の曲2曲を抜粋で弾かせていただきました。で次の曲なんですけど、これもまた、バロック時代、バッハとヴァイスと同じ時代に、で今度はドイツじゃなくてフランスに移ります。フランスはクープランという作曲家がいました。で彼は、リュートでもないんですけど、クラブサンという要はチェンバロですねの鍵盤楽器ですのために、曲集を書いています。クラブサン曲集という、でその中から神秘の障壁というとても自分が好きな美しい曲があるんですけど、この神秘の障壁って何を表してんだろうってすごい調べたんですけど、どの文献にもでその本人の、楽譜とかにもそれが具体的に何なのかということは書かれていないそうです。何なんでしょうね、想像しながら神秘の障壁って何なんだろうと思いながら、綺麗な曲だなと感じていただけたらと思います。神秘の障壁です。フランスはクープラン作曲です。どうぞ。Thank you.
はい、フランソワ・クープランの神秘の障壁という曲でした。いかがだったでしょうか。本日ですね、いつものクラシックギターと違うじゃないかと思われている方もいらっしゃるかと思うんですけど、この楽器は、19世紀のギターと言われています。19世紀ギターというふうに言われています。で、実際に19世紀にヨーロッパで、このスタイルはオーストリア、ウィーンのスタイルなんですけど、に使われていたということで、と言われていますっていうのは、僕が言うのは、この中にラベルという制作家の名前が本当は貼ってあるんですけど、この楽器はないと。留学中に街の中で見つけました。見つけて日本に連れて帰ったという楽器です。で、弦長も短かったり、弦の長さ短かったり、ボディも小ぶりだったりして、とても優しい音色がします。で、ちょっとこの配信の準備をしている時に、なんかこっちの柔らかさ、この音色の柔らかさの方が今こう時代的にいいんじゃないかなと、皆さん和むんじゃないかなと。で、何より自分がこう弾いてて和みましたので、この楽器を使わせていただきます。はい、でなんですけど、次の曲なんですけど、スティーブ・ライヒという作曲家の、エレクトリック・カウンターポイントっていう3楽章からなる曲がありまして、で、そのうちの3楽章目を弾かせていただきます。弾かせていただきますと言いますか、自分が多重録音で10パートのギターをそれぞれ録音して、集めて編集して動画を作りました。ちょっとまあ、なんと言いますか、現代曲といったら現代曲なのかもしれませんが、これはもう詳しく言うとミニマルミュージックと呼ばれる、同じ音もしくは同じモチーフ、いくつかの曲をそういうひとまとまりとして、それを何回も繰り返していく、延々と繰り返していく。でも、それがパートによってちょっとずつずれてたりとかすると、いろんなリズムがそこで生まれるんですね。で、それを一人でやってしまいました。暇だなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、暇でした。暇というか、まあ、もう何かやらなきゃという衝動に駆られて、今しかできないことってなんだろうって思ってこの動画を作りました。お楽しみいただけたらと思います。どうぞ。Thank you.
か、今日4月25日の配信が、配信じゃない、コンサートを中止にしようと、早めに決断したんですけど、それから、動画配信をするためにこう自分のやる気をどうにか持ってきたんですね。でその中でただ演奏するだけでもいいんですけど、そうじゃなくて何かこう面白いこともやりたいなと思ってやったものがあれでした。いかがだったでしょうか。あのどの色の岡本拓也が一番好きでしたか、ぜひコメントしてください。はい、ということで、あ、そう、今日ですね、今の動画の中だけは、ギターが違ったんですけど、あれは秀夫佐藤さんというドイツに住んでる、制作家です。でお父さんは、和夫佐藤さんという日本人の方 でお母さんはドイツの方 で、とても感性も日本の心もとてもたくさん持っているんですけど、ドイツの素晴らしい、美的センスも持ち合わせていて、で音色も自分はとても好きなので、最近使わせていただいています。さて、まあ、この19世紀ギターに戻ってきまして、そうですね、本日は、まあ、あと一曲弾かせていただきますが、早いですね。シューマン、ロベルト・シューマンという、ドイツの作曲家です。この人もロマン派ですね。のトロイメライという曲が、とても有名な曲があります。で僕とても好きな作曲家のバリオスという作曲家なんですけど、彼が編曲したの全然知らなくて、昨年、この編曲があることを知りました。とてもいい編曲です。シューマンのトロイメライです。この曲は
子供の情景というピアノのための組曲の中の一曲なんですけど、自分もいい曲だなと思って、言っていました。シューマンのトロイメライという曲でした。さっきですね、あと一曲というふうになんかボソッと言っちゃったんですけど、大きな嘘でした。とても大事な曲を忘れていまして、フロリアン・パリアというこの作曲家はオーストリアグラーツ出身なんですけど、ウィーンで活躍しています。で、彼はですね、私が行ったオーストリアウィーン国立音楽大学でアルバロ・ピエリというところに、という先生に師事していたんですけど、私はで、彼もその先生に師事をしていました。で、ギタリストであり作曲家です。で、そうですね、世代としては私よりちょっと上の世代で、もう 先に卒業しちゃっていなくなったんですけど、日本で活躍されているパク・キュヒさんとか、熊谷俊之さんとか、まあ多少違いますけど、そのぐらいの世代です。で、私は、その素晴らしい先輩方を見ながら、一生懸命練習していました。で、時にみんなで一緒に遊んだりもしましたし、とても楽しかったです。でですね、フロリアン・パリア、彼はですね、誕生日が私と、いや違う、今日なんですよ。フロリアン・パリア、フロリアンの誕生日が今日なんですね。4月25日です。で、彼のために、彼のソナチネ、山岳小生のソナチネを25日のコンサートがもしあったならば弾こうとしていたんですね。ただそれがなくなってしまったので、彼に連絡をしました。そうしたら2日で、曲を作ってくれました。本日その曲をこれから、お届けします。フロリアン・パリアのソナチネプレリュードです。
ありがとうございました。フロリアン・パリアーのソナチネじゃない、プレリュードという曲でした。ソナチネ弾きたかったですね、残念でした。また機会があればぜひよろしくお願いします。彼の誕生日が今日ということで、で実は私の誕生日が4月27日2日後なんですね。で、留学時代、都合があったらよく一緒にパーティーを合同でやっていました。とても懐かしい思い出です。で彼はギター演奏も素晴らしいんですけど、いろんな曲も作っているので、ぜひ検索してみてください。はい、でまあ、今フロリアン見てるじゃないですかね。どうですかフロリアン見てますか。はい、でまあ、そうですね、配信時間あと1曲ぐらい弾けるかなと思うので、まあ、最後アンコールとして、弾かせていただきます。アグスティン・バリオスというパラグアイの、作曲家の最後のトレモロという曲です。早くこの事態が収まって、皆さんの前で生演奏で、音楽を一緒に共有できる時を楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。では最後にバリオスの神よ愛の施しをという曲です。ありがとうございました。Thank you.